ジャン三世は、ブルターニュ公、アルテュール二世とリモージュ死者マリーの長男。母マリーから、リモージュ死者クを継承した、ジャン三世は、1301年から1314年、1317年から1331年まで、リモージュを治めた。父の後を継いで、ブルターニュ公となると、彼は、父と二度目の日、ヨランドの結婚の正当性に挑み、 アルテュール2世の遺産に対しての長い闘争を開始した。1315年、彼はルイ10世が行った対フランドル遠征に参加した。彼はフランス王側についてフィリップ・ド・バロアと共にカッセルの戦いに挑み負傷している。1316年、彼はエルミーヌの文様を好んで自らの文章を変えた。これは現在も ブルターニュを表すものとして残っている。子供がないジャン三世は、自らの相続人として最も近い母帝、ジャン・ド・モンホールと複雑な関係にあり、自らの死後は、ブルターニュをフランス王領にしたいという思いがあった。彼は、同母帝、ギーの娘であるジャンル・ド・パンテーブルを、フィリップ六世の老いであるシャルル・ド・ブロワと結婚させた。1338年、ジャン三世は、 フランス王支援のため、ブルターニュ艦隊を定置諸国のスロイスへ送ったが、艦隊はイングランド海軍に撃破された。その後彼はフィリップ六世支援に向かい、フランドルからキロの途中のカーンで死去した。ジャン三世が継承問題を片付けなかったため、彼の死後ブルターニュ継承戦争が始まった。ジャン三世は三度結婚しているが子供がなかった。一度目。 二度目の人は死別している。ありがとうございます。